はい、こんにちは、116ウィンズです。今日ですね、スプリングトレーニングの開始と同時にヒューストンアストロズが一連のサイン盗みの問題に関してジム・クレーンオーナーと、あとはダスティ・ベイカー新監督と、それから選手を代表してアレックス・ブレグマンとホセ・アルトゥーベの2人がですね、代表して謝罪会見を開きました。で、会見終了後には、クラブハウスが開かれて、全選手に対する取材も認められたというところで、ようやくですね、サイン盗みの問題に関してアストロズの選手たちが、口を開いたということにはなるんですけれども、ただこの会見でのアストロズの対応というものが、非常にまずいものがありまして、結果的にアストロズに対する非難に、油を注ぐような展開になってしまったんですけれども、今回はですね、そのアストロズの謝罪会見と、それから選手の謝罪という部分を主に話していければなと思います。はい、で、会見ではですね、最初にクレーンオーナーが、一連の問題に対しての謝罪をした後に、選手を代表してブレグマンとアルトゥーベがそれぞれ謝罪しました。で、2人の謝罪というのは非常にシンプルなものでして、2人合わせても1分半程度とかなり手短にはやってはいたんですけれども、基本的には自分たちが行ったこと、サイン盗みですよね。それに対する後悔の念ですとか、あとはそういったことをですね、反省して、再び前を向くというふうな、発言が基本的には多くなされていました。で、特にですね、ブレグマンに対して今回の謝罪っていうのは、ちょっと非難をされているところがありまして、というのもですね、ブレグマン謝罪の時に、非常にカンペを、チラチラ見ているような、話し方だったんですね。で、話し方もかなりですね、たどたどしいと言いますか、本当にこう、ゆっくり話すような感じではあったので、本当に心から謝罪しているのかという感じの、批判は多くなされてはいたんですけれども、正直個人的にはカンペを見ること自体は別にそんな悪いことだとは思ってなくて、むしろこういった場で余計なことを言ってしまう方が、よっぽど問題だと私は思いますので、ブレグマンがカンペを見ながら今回謝罪したっていうところは私はそんなに気になっていなくてですね、ぶっちゃけ会見の中でここの部分っていうのはまだ全然マシな部類だと思うんですね。というのも、そのブレグマンとアルトゥーベのその謝罪が終わった後に、オーナーがめちゃくちゃ強気な発言をしちゃったんですね。で、それがこちらの発言になるんですけれど、これ訳すと、我々の意見としてはサイン盗みっていうのは、その勝敗に影響を与えなかったと思っていると。で、特に2017年のワールドシリーズの話してるんですけれども、当時のアストロズっていうのは非常に良いチームだったし、そのチームでワールドシリーズに勝ったという、結果は変わらないというような発言をしてしまったんですね。要するにジム・クレーンオーナーとしてはサイン盗みそのものがそのチームの勝敗に影響を与えなかったっていうところを言いたいわけなんですけれども、これをその外部の人間が言うならわかるんですけれど、それをその今回不正をした側のアストロズの人間が言ってしまうのは、それは違うよなぁと思ってしまうんですね。もちろん以前の動画でゴミ箱叩き、アストロズがサイン盗みで使っていた手法ですけれど、が、そこまで、影響していなかったっていうところは、データからも、ちょっと示されてるのかなとは思うんですけれど、ただそれをアストロズが、主張するのはおかしい話で、要するに、自分たちの2017年のワールドチャンピオンっていうのは、汚れたものではないということを言いたいんだとは思うんですけれど、それをですね、自分たちで言ってしまうと、やっぱり当然、球界だったり、ファンからの、反感っていうものは買ってしまうわけですよね。で、しかも今回の会見っていうのは謝罪を目的として開いてるのに、こんな発言をしてしまうのは、やっぱり相当まずいとしか言いようがないですよね。で、今回の会見でジム・クレーンオーナーは他にも爆弾発言をしてしまいまして、何個か例を挙げますと、MLB の調査結果でサイン盗みっていうのは、選手主導で行われたというふうに、記載があるんですけれども、ジム・クレーンオーナーはですね、会見の中で解任されたルーの GM ですとか、あとはヒンチ監督に全ての責任を押し付けるような発言をしていて、要するに自分だったり、あとは選手たちは悪くないというところを、おそらく主張したかったんだと思うんですけれど、じゃあ仮に今回の一件が、全てルーの GM と、ヒンチ監督に責任があるのだとしたら、少なくともあるのだと思っているのであれば、じゃあなんでブレグマンとアルトゥーベを連れて、で、しかも謝罪までさせているのかっていうところが、今度はそっちが理解できないわけですよね。発言自体におそらくそこまで深い意味はなくて、単純に責任逃れがしたかっただけなのかもしれないんですけれど、会見の中でこれだけの矛盾をはらんでしまうのは、ちょっと組織としてどうなのって思ってしまいますよね。
で、他にもですね、記者からの質問の中で、まあ、サイン盗みが勝敗に影響しなかったっていう、まあ、クレーンオーナーの発言に対してのツッコミがあったんですけれど、仮に勝敗に影響しなかったのであれば、あなたたちは何に対して謝ってるんですかっていう質問を受けたんですけれど、で、クレーンオーナーはこれに対して、ルールを破ったことに対して謝っているという発言をしたんですね。まあ、ここで言うルールというのは、電子機器を使ったサイン盗みは禁止するという、まあ、MLB のルールを破ったことに対する、まあ、謝罪ということになるんですけれど、まあ、要するにですね、そういったルールを破ったことに対しては謝ってるんですけれど、サイン盗みという行為そのものに対して謝ってるわけではないという発言になるんですね。まあ、実際にサイン盗みという行為そのものが MLB から禁止されているわけでもないですし、もうサイン盗みを行った行為に対して絶対に謝る必要があるかって言われれば、まあそうではないとは思うんですけれど、ただここは謝罪会見の場なので、あえてそういう風な言い方をする必要はなかったんじゃないのかって思うんですね。まあこういった発言をオーナーがしてしまったばかりに、少し下火になりかけていたアストロズに対する、まあ非難っていうのがまた再燃する結果になってしまいまして、まあ結局何のために会見開いたのというような結果になってしまいました。で、会見が終わった後に全選手に対する取材というところが許可されたんですけれど、まあここでの選手の謝罪っていうのもちょっとレベル感がバラバラで、まあちょっとアストロズ大丈夫かなという感じだったんですけれど、まあ基本的には自分たちが行った行為に対する、まあ後悔ですとか、まあそういったところの意味では、まあある程度は揃ってはいたんですけれど、まあ例を挙げれば、例えばカルロス・コレアについては、まあ彼は唯一ですね、サイン盗みがアストロズ、まあ自分たちに、まあ有利に働いていたことを認めるような発言をしてるんですね。で、先ほどのオーナーの発言をちょっと思い出してほしいんですけれど、クレーンオーナーはサイン盗みは勝敗に影響を与えなかったというところを言ってましたし、で、他の選手もですね、取材の中で、まあサイン盗みが自分たちに有利に働いたかどうかっていうところは、まあ誰も明言しなかったんですけれど、まあ、唯一ですね、コレアだけは、まあ、サイン盗みが自分たちに有利に働いたことを認めてしまったわけなんですね。これもちょっとアストロズとしてのその見解っていうところが揃ってないなっていう印象を受ける発言でしたね。で、さらにですね、ジョシュ・レディックに至っては今回の件で謝罪の必要はないとまで発言してるんですね。もちろんレディック自身がそう思うのは自由だとは思うんですけれど、じゃあ今さっき開かれた謝罪の会見は何だったのっていう話になってしまいますので、まあちょっとですね、なんかこう、まあコレアの発言もそうですけれど、まあちょっとアストロズの選手の中でも、まあちょっと謝罪のレベル感が違うというか、まあそこの統一が取れてないような印象を受けましたね。まあですので最初の謝罪会見もそうですけれど、結局何がしたかったのかが全然見えない謝罪会見と取材になってしまいましたね。むしろ余計に非難を集中する結果になってしまいましたので、なんか正直開かない方がマシだったんじゃないのかなとすら思いますね。で、今回さらに選手を表に出してしまったのはかなり悪手だと思うんですね。 MLB の公式発表で、まあ、選手は処分されないと発表されているにもかかわらず、まあ、選手がこうしてですね、まあ、当時のことをまあ謝罪してしまったら、まあ、逆にですね、選手がなぜ処分を受けないのかっていう、まあ、非難を逆にこう巻き上がらせてしまいますので、チームとして選手を守りたかったのであれば、まあ、選手を表に出すことはしない方が良かったと思うんですね。何日か前にカルロス・ベルトランが全て悪かったっていう感じの、まあ、記事が G アスレチックから出たんですけれど、そのまま終わっておけばアストロスの選手たちっていうのは、まあ、言い方は悪いですけれど、ベルトランをスケープゴートにして、まあ、十分守られるっていう展開も、まあ、あり得たと思うんですけれど、まあ、今回アストロズがこういった形で全選手をまた表に出してしまったことによって、またですね、選手たちがなぜ処分を受けないのかっていうところの、まあ、非難にさらされてしまうわけですよね。こういったことをしてしまうあたり、今のアストロズ組織内の、まあ、混乱っていうところも、まあ、ちょっと垣間見れるのかなと思いましたね。あと正直これまではヒンチ監督が、まあ、うまくですね、バランスを保ちながら、まあ、選手を擁護するような発言をしてくれていたんですけれど、まあ、そのヒンチ監督を、まあ、自分たちで解任させてしまった、まあ、代償っていうのも非常に大きいなという印象ですね。まあ、今季の開幕まで残り1ヶ月半程度ですけれど、まあ、非常にですね、アストロズは開幕までにも、まあ、大きな非難にさらされることでしょうし、まあ、開幕後もおそらく非難されるとは思うんですけれど、まあ、そのような状態でですね、今季のアストロズというのはどういうふうに戦っていくのかというところは注目したいですね。というところでこの動画は以上となります。今後も MLB に関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。
それではご視聴ありがとうございました。